なので、触りたいのに触れない。やらなきゃいけないのにできない。積極的にアプローチできない。なぜ行動ができないのか。それはあなたが意志が弱い人間だからでも、怠け者だからでもありません。人間の脳が怠け者だからです。脳はめちゃくちゃ優秀ですが、その分敵に回るとマジ厄介です。というわけで今回は、そんな脳の性質を理解して、むしろ逆に利用してやって、自分の理想を叶えていくために重要なことについて掘り下げていきます。それでは早速見ていきます。まず前提として、人の脳には大脳辺縁系と大脳皮質という部分があります。大脳辺縁系とは本能や感情を司る部分だと認識してもらえれば OK です。で、ここは動物的な脳でもあります。そのため例えば縄張りの外には危険があるから、できるだけ狭い範囲で行動していた方が安全だ。生きるためには昨日と同じ行動をする方が安全であり、違う行動をすることは危険だと考えます。新しい職場や学校、やったことのないことに挑戦しようとする時などに人は緊張しますよね。これも大脳辺縁系が、新しい環境は何があるかわからないから危険だよ、未体験のことは何が起こるかわからない、命を落とすかもよと自らを守ろうと体や思考を硬直させ、それ以上進まないようにストップをかけるような反応です。つまり命を守ることを最優先に考えているため、現状維持をすることが最も安全で、変化をすることは危険なことであるとし、変化をしようとするとそれを必死で止めようと働き、現状維持の方向に持っていこうとしているのが大脳辺縁系です。で、大脳新皮質は大脳辺縁系よりも新しい脳で、より人間らしい機能を司っている部分です。この部分はよりよく生きるための脳とも言われており、理性的な判断や自己コントロール、高度な思考を行い、人間らしさを作り出している部分。大脳新皮質は大脳辺縁系が前提としている動物的な時代の働きとは違います。現代では同じところに留まって同じことだけを繰り返していても成長はせずに、逆にリスクとなります。また新しい環境に飛び込んだり、新しいことを始めたからといって基本的には命の危険にさらされるような時代ではありません。むしろ新しい環境に飛び込んで自らの世界を広げることや、様々なことに挑戦して自らを成長させることの方が豊かになるためには合理的な行為です。こんな感じでこの二つの脳の関係は、大脳新皮質があの可愛い子に声をかけて連絡先を聞くんだと考え、大脳辺縁系が本能や感情で他の群れのメスに声をかけるのは危険だ、やめておけと止めるという関係にあるイメージです。このように動物的大脳辺縁系と人間的大脳新皮質はお互いに衝突することがしばしばあります。今のように声かけしたいけどストップがかかるのもまさにそうだし、ダイエットなんかもまさこれ。ダイエットをしているのにケーキを食べたい欲求が生まれてしまった時、大脳辺縁系はその昔糖は貴重であり、なかなか摂取できなかったため、それを摂取するチャンスを逃すまいとケーキを食べさせようとしてきます。対して大脳新皮質はダイエットのためにはケーキを食べることはマイナスな行為であるため、理性を用いて我慢をさせようとしてきます。ここで大脳辺縁系が勝ってしまうと、ケーキを食べてしまい痩せるという目標から遠ざかってしまいます。一方大脳新皮質が勝てば、ケーキを我慢することができ、痩せるという目標に近づくことができます。これは新しいことに挑戦しようとするときや大きな変化を起こそうとするときも同様。このようにあらゆる場面で大脳辺縁系と大脳新皮質の合理性の間に矛盾が生じ、両者は戦っているので。そして残念なことに、脳は年功序列であり、大脳新皮質の方が若い。そのためダイエットに失敗する、誘惑に負けてしまう、やるべきことは分かっているのについつい怠けてしまうということがよくあるわけです。ではどうすれば大脳新皮質が大脳辺縁系に勝ち、やるべきことを遂行し、変化や成功を叶えることができるようになるのか。ヒントは、変化が大きければ大きいほど大脳辺縁系の抵抗も大きくなるということ。つまり一つ目の答えは、小さくすればいいです。で、小さくするためには二つの方法があります。一つは実際に小さくする。まずやらなきゃいけないのにできないとか、勇気が出ないみたいなのは、意志が弱いわけでもヘタレだからでもなく、やろうとしていることが大きすぎるだけであるという考え方です。大きいから大脳辺縁系がストップをかけるんだ。だからストップがかからないレベルまで小さくすればいいという話です。で、会社とか組織を変えようとするときも同様で、大きな変化を起こそうとするとそれに抵抗する人がたくさん出てきたり、うまくいかなかったりします。逆に少しずつ変化させていくと、抵抗があまり生じることなく確実に変化していく。ウィリアム・エドワーズ・デミングの改善というやつです。なので例えば痩せたいのであれば10キロ痩せるんだ、そのためには食事をこれくらい減らして、運動をこれくらいやって、で挫折してしまうなら米の量を半分にするとか、エレベーターではなく階段を使うようにするくらいの小さなことに分けた方が、抵抗が少なく達成や継続をしやすくなると。あの子に声をかけて LINE 交換するんやって緊張して足が止まるなら、まずは目を合わせようくらいから考えた方がという感じです。筋トレとかやらなきゃいけない作業とかも同様、特に一番ブレーキがかかるのが最初の一歩を踏み出すとき。一歩さえ踏み出せれば、あとは作業工夫でどんどんこなしていきます。そしてその一番しんどい最初の一歩すら小さく分けることによって、簡単に踏み出してしまうというのが小さく分けて始めるという方法です。なので見た目に関してもこれ、箱動画でもちょいちょい言っていますが、やっぱり見た目はめちゃくちゃ重要です。ブサメンの人ほど見た目は重要じゃない説を唱えがちですが、普通に重要です。必要ではないが重要、場合によっては必要といったところで、これ自分の顔面では不可能な
領域レベルのイケメンにならなきゃいけないわけではなく、自分の可能な中で100点に近づけようぜということです。で、最低の最低でも垢抜けようぜと。自分はブサメンだ、普通メンだと言っている人ほど、まだまだいくらでも改善の余地があったりします。髪でも服でも眉毛でもちょっとでも良くする。なんなら今まで無頓着だったのであれば、関心を持つだけでもそれを積み重ねていけばセンスが磨かれていくし、雰囲気イケメンくらいだったらかなり多くの人はなれます。清潔感を高めるくらいもできます。いきなり変わるのは無理だったとしても、小さな変化を重ねていけばどんどん良くなっていきます。で、もう一つの小さくする方法は過大評価しないことです。まずのは、未知のものに対して過大評価する傾向があります。なぜならその方がリスクを避けられるか。そして過大評価するということは、大きなものだと脳が認識するため、大脳辺縁系が思い切りブレーキをかけます。例えば初めてのナンパとか、初めての仕事とか、初めての企業とか、初めての夜の仲良しとか、初めての経験にはビビってしまったり、必要以上に身構えてしまったり、でもいざやってみると大抵思ってたほどのものではないという経験が皆さんにもあるかと思います。過大評価する性質がそもそもあるということは、実際のデカさは思っているほどデカくないので、それを認識しようぜという考え方で、結局過大評価して架空の難易度に対して強いブレーキをかけてしまっているだけ、めちゃくちゃもったいないわけです。先日こんなツイートをしていました。脳は未知のものを過大評価して架空の難易度を高く見積もってブレーキをかける。でも実際やってみると拍子抜けするほど簡単だったりする。学校一の可愛い子を落とすのも、彼氏持ちからの略奪も、無収入ニートからの月100万稼ぐのも、 YouTube 始めるのも伸ばすのも、実際やってみると拍子抜けするほど簡単だったりしたとのこと。こんな感じで、そもそもそのブレーキは未知のものを過大評価するという脳の性質から来ているものだから、実際は思っているよりもはるかに簡単なはずだと考えると結構飛び込めたりします。というか大体の飛び込めない理由は、この架空の難しさに対するブレーキから来ているものだったりするので、このブレーキを外すだけでマジでいろいろ挑戦できるようになるし、自信もつきます。ほとんどの人がよくわからないからとか、無理だろうとブレーキを踏んでいる間に、そんな難しいことじゃないっしょ、とりあえずやってみて難易度確認しようと飛び込めるだけで一気に人生イージーになると個人的には超実感しています。と、ここまでが小さくするについてでした。ではどうすれば大脳新皮質が大脳辺縁系に勝ち、やるべきことを遂行し、変化や成功を叶えることができるようになるのかという問いの答え、2つ目、慣れればいい。小さな習慣とかですね、クソつまらないけど結局これが重要。カップラーメン食って一人仲良しして過ごすか、バランス取れた食事とって筋トレして過ごすかの積み重ねで、めちゃくちゃ大きな差がつきますよね。結局何かでかい出来事が起こって自分が変わるとか、偶然一発当てて成功するとかごくまれで、ほとんどは小さな習慣が積み重なって大きな結果に変わっていきます。特に大人になってからは動いたやつが勝つなと感じていて、学生時代は特に何もしなくても女の子が寄ってきたりしても、大人になると出会いを自分で作るとか、お金を稼ぐとか、自己投資とか、点数が増えて競合の男性たちも強くなっていくのとか、女性も選択肢が増えるとかあるし、現にこうやって YouTube でインプットしたり、マッチングアプリでアウトプットしたりが簡単にできるし、自分の周りでも動かないイケメンよりも動く普通面の方が女性に困ってなかったりもします。あとはシンプルに生活習慣とか美容周りとかの習慣でもマジで差がついていくので、そういった意味でも自分から動く小さな習慣はめちゃくちゃ重要です。要は習慣になっていることは新しいことでも何でもないので、そもそもブレーキがかからない、そのブレーキがかからない範囲を少しずつでいいから広げていこうぜと。例えば褒めるということに関しても、普段から全く女性の心を揺さぶるような褒め方をしていなかったら、実際やろうと思っても不自然になったりしますが、普段からやっていれば当たり前のように自然に褒めてぶっ刺すことができます。こんな感じで自分を磨くという意味での小さな習慣もそうだし、女性との接し方的な意味での小さな習慣もこれに当たります。こうやって自分にとってブレーキがかからない範囲が広がっていくと自信もついていきます。なぜなら守備範囲が広がっていくからです。円の中にあるものはすでにクリアしたもの、一回クリアしてしまえば一気にそのハードルが下がります。というか、クリアする前は過大評価していただけであって、実際のハードルの高さに戻るというだけですが、だからいろいろ挑戦してきて自分の円を広げてきた人は、さらにいろんなことに挑戦できるし自信も持っているし、逆に円を広げることをしてこなかった人はずっと円の外を過大評価して足踏みしているだけである。めちゃくちゃモテている美女も意外と簡単に落とせることもあるし、絶対無理だと思っていた結集目標を意外とすぐに達成しちゃうこともあります。それをできるかどうかの違いは、このブレーキを外している、もしくはブレーキ以上にアクセルを踏んでいるみたいなことが大きな差になっています。なのでこのブレーキを外すだけでマジでイージーになる、というか今まで無理だと思っていたことも意外と簡単に達成できるようになります。なぜならそれは無理だと思っていただけで、実際は無理ではないというものがたくさんあるから。というわけで、まず脳には感情や本能を司る大脳辺縁系と理性を司る大脳新皮質があって、その2つはよくぶつかる。これを知っておくだけでも、今自分が従うべきはどっちの脳だと考えられるし、そう考えている時点で理性で考えているので、大脳新皮質側に従いやすくなる。小さくすればさらに理性が活用になる。これによって声をかけるも、連絡をするも、ホテルに誘うも、恐怖や不安に屈することも減るし、不健康な習慣が減って健康な習慣が増えるし、自分の時間の浪費が減って自分への時間の投資が増える。で、このブレーキがかからない円が大きくなって
っていって、プラスの習慣や自信がどんどん身についていくと。なので皆さん新年でいろいろ目標を立てたり、こうしたいこうなりたいというのがあると思うので、それを達成するために脳のブレーキをかいくぐって達成していこうぜという話でした。個人的にはですが、こういうことを知ったり、こういう考え方を持ったことが無理なしで数百万円分とかの価値をもたらしてくれたと感じています。なのでこれを見てくれた人にとっても、なんかのブレーキを外す一助になって、いい感じに人生プチ変わったくらいにでもなれば嬉しいなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。目は口ほどに物を言う。というように、人は目からかなりの情報を受け取っています。自信や落ち着き、モテ感、ひもて感、親密感、好感、嫌悪感、そして、ときめきや一目惚れ、魅力度の高まりなどなど、アイコンタクトだけで大きく左右されます。というわけで今回は、こんなアイコンタクトをすると、好感度や魅力度が高まるということから、さらに応用的な相手の頭にときめきを作ったり、感情を揺さぶったりする具体的な方法、目を合わせるのが苦手なら、こうすればいいよという基礎まで掘り下げていきます。それでは早速見ていきましょう。